ミニマリスト渋です。今日はですね、僕が持ってる服をすべて11着そこにかかってるんですけども、それをね、1着1着どんなものを持ってるのかを紹介するというのと、実際にあちらにある服でどんなコーディネートをしてるのかという動画です。はい、ここが我がクローゼットになります。手持ちの11着はですね、ここにかかってるすべてが11着 でちょうどハンガーの数も11本です。持ってる服の数だけハンガーを揃えてて、でここに吊るしてると。で、このクローゼットは実は自作したもので、もともと我が家にはですね、見ての通りクローゼットがないので、自分でこの突っ張り棒を立てて自作して作りました。で、ここに11着かかってて、下着に関してはですね、これです。無印良品の吊るす収納を使って、この中にね、下着が全部で16着、後で紹介しますが、この中にもうね、畳まずそのままポンって放り込んでるっていう形で、ここに全てまとまってます。で、この自作したクローゼットの横にはですね、洗濯機、ドラム式の洗濯乾燥機ございまして、これパナソニックのキューブルというドラム式の洗濯乾燥機で、マンションにおける最小サイズの一番小さいドラム式洗濯乾燥機で、これらの服を洗濯から乾燥まで自動で全部済ませています。すごい四角いデザインが好きで、インテリアにも映えるから、お気に入りで使ってます。で、普段使いしているリュックに関しては実はですね、クローゼットではなく、この、洗濯機の横にこうやって S 字フックで吊るしてます。なんでかっていうと、これ、実はですね、この中にノートパソコンとか、あとこれモバイル Wi-Fi とかイヤホン、この中で充電してるんですよ。ここに充電周りをまとめて、で、大体ノートパソコン持ち歩くときってリュックに入れて外に出歩くじゃないですか。だから家からノートパソコンを持って出るときは、もうここにかかってるのをそのまま持っていくと。で、家に帰ってきたら、ここの S 字フックに吊るすっていう形で、で、ここでパソコンとかスマートフォンを充電するように全部まとめてあります。でね、ここの、洗濯機の上にいつもパソコン開いて、こんな形で、スタンディングデスク代わりに作業したりもしてますね。はい。というわけで、クローゼットの紹介に移りますが、まずはですね、パンツから。パンツはですね、全部で3本です。で、今着てるね、このスキニーと、これ合わせて、普段使いしてるスキニーパンツが、ここに、2着あります。で、これはですね、スウェットパンツ。パジャマ的な運動着にもなるし、部屋着にもなるっていうのが一つ。これ、ノースフェイスの、デックラウンジパンツってやつで、手のひらサイズに畳めるくらいコンパクトで、もうほんと、こんな感じね、ぐしゃぐしゃにしても全然シワにならないし、旅行の時もね、コンパクトに持ち運べるよという感じのパンツが、ここに一つ。かかってます。ベルトについてよく聞かれるんですが、実はしてます。はい。これ、わかりますかね？紐で、普通に100均で売ってる、こういう感じの紐を普通にデニムのここにくくりつけてパンツにしてると。で、これですね、僕もともとベルトなしで、もうジャストフィットだから、ベルトなしでもつけれるんですけど、最近筋トレ始めてウエストが細くなったのか、ちょっと腰パンみたいな状態になるから、ここ数ヶ月くらいちょっと紐パンでベルトにしてるんですけど、これ、バチェラーの久保さんとお会いした時にですね、このデニムに紐パンを吊るすっていう方法を教えてもらいました。で、これなんで紐パンかっていうと、飛行機通るとかに、金属探知機に引っかからないんですよ。だから、100均で買った紐パンを腰にくくりつけてるという感じです。はい、次。で、これ、普段使いしてる半袖の T シャツです。これヘインズのビーフィー T シャツってやつで、もうね、2年ぐらいこれずっと着てまして、すごい厚手の T シャツです。もう僕これ春から冬まで、オールシーズンずっとこれです。で、
まあ、僕ですね、長袖のインナー持ってないんですよ。もうオールシーズン、中は半袖で、で、まあ、季節に応じてこういう長袖のね、カーディガンを羽織ってるっていう感じで、もうインナーに関しては半袖、トップスは半袖です。で、まあ、本当このヘインズの BFE T シャツ気に入ってて、まあ、1着1000円くらいの、しかももうね、100年以上歴史がある古い定番のパック T シャツで、Amazon でね、欲しくなったらいつでも買えるんで、まあ、これいつもね、ボロくなったら買い替えるっていう感じで、もうずっとこれを着ております。で、続きまして、これがあと4着ですね。今自分が着てる分含めて4着あります。はい。で、続きましては、カーディガンです。こちらもノースフェイスのテックラウンジカーディガンという、まあ、先ほど紹介したこちらのパンツと同じ素材で、で、まあ、カーディガンバージョンという、これも2着持っています。まあ、これもね、過去に動画で紹介してあるんですが、まあ、手のひらサイズに畳めるほどコンパクトなカーディガンで、もうこれをね、ずっと着てる。だから僕の服はいつも、この、ビーフィー T シャツ、ヘインズの T シャツと、このノースフェイスのカーディガンを着て制服にしてるっていう感じですね。これが2着です。続きましては、はい、これ、ユニクロのウルトラダウンライトコンパクトですね。これも手のひらサイズに畳めるくらいコンパクトな、まあ、ラウンで、で、冬場に着てますね。はい。で、続きましては、これもユニクロです。ユニクロ U っていう、まあ、なんかルメールっていうすごい、なんか、おしゃれなデザイナーさんが作った、まあ、ユニクロの、なんか、こんな感じのユニクロ U っていうブランドのコートでございます。こちらももう2年ぐらい着てまして、ダスターコートという、レディースものです。当時1万円ぐらいで買ったレディースの、まあ、なんか、秋冬で使える薄手のライトコートですね。はい、これが1着で、続きまして下着ですね。下着はこの先ほど説明した無印のツルス収納で、はい、こんな感じで上から肌着、これはですね、ユニクロのあれです、エアリズム肌着が入ってます。夏場とか汗がベタベタするときにこの薄手の下着を T シャツの中に羽織ってると、これが4枚で、ここにも、ユニクロの、エアリズムのパンツ。これのパンツ版が4着。で、ここにはですね、はい、GU で買った、まあ、3足で500円くらいの安い靴下が、ここに4着あります。基本的に下着も、T シャツも全部、僕4セットで回して、で、3着分着たら、この、洗濯機に入れて乾燥する、洗濯乾燥するって感じで。まあ、だから僕ですね、3日おきに、洗濯まとめてやってるので、4着で回してるっていう感じですね。で、ここで、まあ、4着、4着、4着。で、実はここにもですね、冬用のインナーが入ってます。はい、はい、はい、はい。はい、ここですね。まあ、今ちょっと夏場だからもうここに収納してあるんですけど、これ無印良品の綿であったかインナーっていう半袖の冬用インナーです。まあ、これをいつも寒い時は、まあ、マックス2枚重ね着したりとかですね。まあ、今まではユニクロのヒートテック使ってたんですけど、まあ、なんか化学繊維だと僕ちょっと肌がね、乾燥したり静電気が起きやすかったんで、この綿素材の無印で売ってる冬用のインナーをこの中に入れて管理してます。なので、まあ、これら全部合わせて下着が16着あるという感じですね。ちなみにメガネもここに入ってます。はい、これで以上ですね。で、あとですね、はい、玄関の方に、はい、靴がこんな感じでまとまってます。はい、スニーカーが3足と、で、こちらのサンダルが1足。靴に関しては合計4足ありますね。コンバースのオールスターです。超定番の、まあなんか真っ黒のやつを3足ローテーションして、毎日同じ服と靴を合わせていると。で、玄関にはですね、はい、カバンなんですけど、これエコバッグです。これ自分で作った手ぶらエコバッグっていうカバンなんですけど、これの S サイズと M サイズ、これマグネットでくっつくんですよね。こんな感じで。で、なので、もう玄関にこうやってカパッとくっつけといて、
で、まあ、スーパーとかコンビニでなんか買い物しそうだなって時は、これをね、ポケットの中に入れて、はい。まあ、こんな感じのカバンになるので、ここに S サイズと M サイズ、まあ、その日買うであろう量に合わせて、バッグをね、二つ、この、玄関に、ペタッと貼り付けて、あるという感じでございます。はい。まあ、クローゼットの紹介は以上なんですが、実際にね、まあ、ここにある服を使ってどんなコーディネートをしているのかというのも紹介したいと思います。はい。で、基本はですね、はい。もうこれです。今、ちょうど夏だから半袖なんですけど、この T シャツに、スキニーに、で、あとまあ黒い靴下っていう。まあ、夏場だったらね、靴下履かずにサンダルで歩いたりすることもあるんですが、基本はこの格好です。一番暑い時、夏場はこの格好。で、春秋にかけて、気温が暖かくなってきたら、この、ノースペースのカーディガンをこんな感じで上から羽織って、まあ、長袖モードになるっていう感じですね。はい。これが、まあ、僕の私服といったらこれですね。モノトーンのこの半袖 T シャツにカーディガンっていう。これがいつもの私服。で、冬とかね、まあ、また気温がどんどん下がってきたら、今度はまたこの上にユニクロのダスターコートをこうやって羽織ります。まあこれ大体秋葉とか、ちょっと肌寒い秋葉は大体こんな感じで、はい、コートを羽織ってると。で、さらに真冬ですね。真冬になったら、このコートの下に、先ほど紹介した、はい、ユニクロの、インナーダウン、すごい薄手のコンパクトなダウンジャケットをこんな感じでまた重ねて羽織ってます。僕ちなみに冬場はですね、これ部屋でも着てます。部屋の中のね、まあ、寒さ対策として部屋着としてもこれ室内で普通に使ってますね。本当に軽くてコンパクト、肩凝らないんで重ね着しても全然余裕です。で、これにまたコートを重ねるという感じで冬場を過ごしています。まあ、あとはね、ほんと寒さに応じて、冬のさっき紹介した無印の綿であったかインナーを、まあ、この中に着込むという形で、寒さを遮ってます。しのいでます。はい。暑い。夏場に暑い。はい、クローゼット紹介は以上になります。まあ、最後に僕がね、クローゼットを揃えるにあたって意識していることを紹介しておきますが、まあ、一つはですね、TPO が合わせやすい服を買う。という意味でも僕は、まあ、単純にモノトーンが好きなのもあるんですけど、白黒、どこに行っても、TPO が合わせやすい、モノトーンにしてるというのと、まあ、あとね、もう、どこにでも行けるようなカーディガン、めっちゃシンプルなカーディガンを、制服にしてると。で、あとはですね、まあ、どの季節でも使えるように汎用性が高い、半袖。まあ、長袖とかニットとか、なんだろうな。特定の季節でしか着れないような服はできるだけ持たないように心がけているという感じでございます。あと最後に一つだけですね。なんか僕、下着を、買うときに気をつけてることなんですけども、はい。僕基本的に全部下着は黒で統一してもう畳んでません。もうパンツなんかもこれそのまんまぐしゃっとバーっと、ここで洗濯が終わったら、そのまま畳まずに、もうぐしゃっと入れられるように、下着に関しては、なんだろう、シワにならないようなもので、かつ、黒で、統一してます。だからこれ全部黒で統一してるから、こう適当にね、ぐしゃって放り込んで入れても全然、汚くならない。見た目が気にならないので、まあ、こんな感じで下着は管理してるという感じです。はい、動画は以上です。この動画が良ければ、高評価とチャンネル登録お待ちしてます。それでは。